アメリカ国立公文書記録管理局が所蔵する、ズーマティック 8mm 撮影機、リージェント家庭用 8mm 映写機。ベルハウエルは、アメリカ合衆国の映画用機材を製造する企業として、1907年、イリノイ州ホイーリングに設立された会社である。ベーベシステックが2003年に買収し、ベーベベルハウエルとなるが、2011年に、 バーサキャピタルマネジメントが同社を買収、社名を元に戻した。現在は、文書処理、マイクロフィルム機器、スキャナ、金融サービスを供給する企業である。同社のベルハウエルの商標は、様々な電化製品メーカーにライセンスを供与している。日本では、ベルハウエル、ベルハウエルなどの表記で知られる。1923年に発売されたフィルモ70の、 後継機、フィルモ75。セシル・ビー・デ・ミル監督と、ベルハウエルの技士たち。1920年。1907年2月17日、ベルハウエル・カンパニーは設立された。イリノイ州クック軍の記録簿には8日後に正式に登録された。同年同月19日の朝10時、最初の株主総会が法律家 WG ストロングの事務所で開催された。 最初の取締役会が1年の任期で選任された。取締役会長にドナルド・ジョーゼフ・ベル、秘書役にアルバート・サマーズ・ハウエル、副会長にマーグリット・ブイベルといったメンバーであった。ベルとハウエルの二人は映写技師であった。同年、3 5ト、mm、ルフィルム映写機のロータリー、フレーマーを発表、フリッカーを軽減した。1908年。 3 5トルフィルムのパーフォレーションの先行機を発表。さらに翌1909年には3 5ト、mm、ルフィルムの業務用撮影機を発表。以降その生産を続けた。この手回し撮影機スタンダードシネマトグラフ2709は初期のサイレント映画に使用されたが非常に高額でチャーリー・チャップリンの他は3つの映画会社しか所有できなかった。 1911年、映画の現像上向けの焼き付け機材を発表する。歴史上、同社は様々な異なるメディア技術を提供した。1920年代からは、記録映画やニュース映画、アマチュア映画向けの小型映画用撮影機、映写機の開発を開始する。家庭用に成功を収めアマチュア映画のムーブメントを生み出した 16mm 撮影機フィルム。 報道の分野で、戦後のテレビ界でも活躍した 35mm、ハンディカメライも、オートロード EE といった、撮影機を製造した。16mm フィルム用のサイレント、サウンドの両映写機や、16mm フィルム用の、軍用ガンカメラ N-6A 型撮影機、等である。1926年10月4日、バンツマ、立花、 ユニバーサル連合映画の撮影所にカール・レムリが送り込んだ6台の撮影機はいずれも同社の製品であった。1928年からは京都の大沢商会が同社の工学機械の輸入を開始、大沢吉雄はやがて1933年 JO スタジオを設立するに至る。1934年、同社は 初めての軽量小型の 8mm 撮影機を発表、フィルムカセットを導入した。以降、スタンダード 8mm フィルム、1965年以降は、スーパー 8mm フィルム向けの撮影機と映写機を製造した。1935年、同社は、第7回アカデミー賞において、全自動音響及び焼き付け機材の開発に対し、 アカデミー科学技術賞が贈られたキャノンとの提携で生まれたデミ。1946年にはマイクロフィルムの製造を開始している。1948年に発売したスチルカメラ、フォトには短命に終わった。他にもスライド映写機やオーバーヘッドプロジェクタなどを手掛けた。1949年から1964年まで後の政治家。 チャールズ・パーシーが社長を務めた。パーシーの経営によって、売上高は32倍増に飛躍し、ニューヨーク証券取引所で株式を公開するに至る。1954年、同社は、第26回アカデミー賞において、映画産業の進歩における開拓者的、基本的功績に対し、アカデミー名誉賞を受賞した。 1961年から1976年にかけて日本の企業キャノンと提携、スチル写真用のカメラを製品のラインナップに乗せた。35mm 一眼レフカメラはキャノンがベルハウエルのロゴをつけて製造したものである。キャノンキアノネットシリーズ、キャノンデミシリーズ等である。ベルハウエルは1970年代の初期には 映画用撮影機の生産をやめていた。1962年及び1963年の5月、同社が提供する ABC のドキュメンタリーテレビ映画の冠番組、ベルハウエル・クローズ・アップ。が、第14回及び、第15回プライム・タイム・エミリ賞で各賞にノミネートされる。同年11月22日。 ケネディ大統領暗殺事件を偶然撮影した、ダラス市民、エイブラハム・ザプルーダーが使用したカメラが、同社の 414PD 式 8mm 撮影機、ズーマティックであったため、同期は、ザプルーダーカメラと呼ばれるようになる。アップルツーベルハウエルモデル。ベルメディア参加のカナダのテレビ局、CTV トロントのキャスター、オースティン・デラニーは、 1960年代から1970年代にかけてカナダのベルハウエルの社長を務めた。1960年代にはコンソリベーテッドエンジニアリングを買収、後に1970年代半ばにデュポンに売却した。同社は学校や企業向けのメディア機材の供給におけるリーディングカンパニーであった。フィルム現像分野の事業は 分社化して BHP 社となり、現在ではリサーチテクノロジーインターナショナル社の一事業部となっている。1980年代にはユニバーシティマイクロフィルムズインターナショナルを買収、プロクエストという製品を製造した。海社は2001年6月6日、同社はプロクエストとなり、ニューヨーク証券取引所に上場している。 1982年12月1日、教育向けに Apple II のベルハウエルモデルを発売した。同社は1907年に社内に教育事業部を設立している。同事業部は1966年にベルハウエルスクールを創立した。同年、同事業部はデブライ技術研究所の経営権を取得する。 二年後の1968年、同事業部は、同研究所の経営収益を通じて、オハイオ州、コロンバスのオハイオ技術研究所を買収した。これらは現在、デブライ大学になっている。長年にわたり、同事業部は多様な研究組織や研究所の売買を通じて、多額の利益を得ている。インターネットムービーデータベースによれば、同社は、 1941年に7本、1969年に1本の映画を制作した記録がある。ありがとうございます。